どうも、花山さん。アンチ、自分に対してアンチするやつっていうやつですよね。ディスカッションのトレーニングで、一つのテーマに対して二つのチームに分かれてね、で、こっちが肯定派、こっちが否定派っていうふうにして、いろんな論戦を繰り返すのがあるんですけども、これ実はね、後半では、A チームと B チーム入れ替わって、肯定派が否定派の意見を、否定派が肯定派の意見を言って、どっちが勝つかみたいなことをやるんですよね。で、こういうのでトレーニングを積み重ねていくと、自分で肯定的な意見を言いながら、あ、でもこういう否定的な意見があるよねっていうのを内在しながら進めることになるんですよね。さあ、そしてこのトレーニングが完了した暁にどうなるかっていうと、アンチコメントはすごく発想が貧困だなってことに気づくんですよ。例えば花龍馬さんも何か情報発信をしていてね、なんかアンチコメントがあるとしたら、大体ね、結局詐欺なんだとかね、こんな花龍馬プロジェクトに入っても儲からないんだっていう人ぐらいなんですよ。このぐらいの発想しかないんですよ。あとは何かね、相場の解説とかしてても誤解を招くような発言をしない方がいいですよって言うでしょ。でもこれに対してもちゃんとね、論破と言いますかね、きちんと反論するポジションというのがあって、どういうことかっていうと、あ、大丈夫ですと、私の情報でそれを鵜呑みにしてね、勘違いする人は私の視聴者さんにいませんと。私の視聴者さんはみんな賢いんで、私の情報を参考にしてバランスをとって最終的に自分の判断を下せる人ばかりです。自己責任を理解してない人はいません。ですから、何々さんがこうやって私の視聴者さんをね、そうやって、ね、鵜呑みにするってバカにするけども、そんなことないですよと、賢い人ばかりですよと、何々さんのようにっていうふうに言うんですよね。で、そうすると何が起きるかっていうと、つまりね、アンチコメントを書いた人がすごくね、チープに見えるわけなんですよ。で、実際チープなんですよ。もともとアンチコメントを書く人ってのは自己発信がないんですよ。誰かが何かの説を訴えたら、それを、論破することによってですね、アンチテーゼを提案することによって、自分の存在感とかを示すしかなくって、何もないところから自分の意見を言ってくださいって言ったらできないんですよ。ですんで、情報発信者としてはまだ初級者かなっていうところですよね。アンチコメントってのは確かにね、誰かが何かを言ったことに対して重箱の隅をついて、別の方向から物を言っていくっていう絶好のトレーニングであるんですよ。ですんで、ニュース記事とか雑誌の何かスクープに対して、いや、そうではないよ、こういう面もあるよねっていうことで、小さな穴をですね、大きく広げるために、そういった記事を書いていく、記事のトレーニングをしていくっていう意味では初級編なんですよね、アンチコメントを書く人って。でも残念ながら、アンチコメントを書くと一定の反応があるんで、要するにアンチコメントを書きたくても書けないっていうレベルの人がアンチコメントを書いてる人に群がってくるんですよ。ですんで、すごく小さなマーケット取ることはできるんですよね。で、でも限界があるんですよね。誰かが発信してくれないことにはアンチってのは存在できないということなんですよ。で、それからね、アンチコメントを書いてもすぐに行き詰まっちゃうんで、結局はアンチコメントが気にならないぐらい、目に入らないぐらい、しっかりと発信する発信者の方が結局は先に進んでしまうんですよね。そもそも自分の人生にしっかりと生きていれば、人の意見っていうのがね、あんまり気にならなくなるんですよ。確かにアンチコメントをね、しっかりと読んでいくこともあるかもしれませんけども、だからといってね、アンチコメントしか書けないレベルの人に思考を合わせても、自分の人生はとてもじゃないけど達成できませんからね。だからやっぱり自分の人生にとってはどうなのかってことを問い続けることによって、人の考え方にちゃちゃを入れる暇がなくなるってことなんじゃないかなと思うんですよ。アンチコメントね、書いてる人一生懸命やってるみたいですけども、人生をものすごく無駄にしてるってことなんでしょうね、きっと。アンチコメントを書き続けて何かね、一定の地位を得るってことはなかなかね、ないですよね。有吉さんとかね、柴田さんぐらいの大物にならないと無理ですよね、アンチコメントを使いこなすってのは。ですので、それよりも肯定的なことを言った方がいいですね。誰かが何か言ったら、確かにそうだよね、そういう考え方あるよね、なるほど、勉強になりますって言った方が、多くの人に一目置かれて、多くの人に気に入られて、多くの人にチャンスをもらえることになります。引き上げてもらえるんですよね。だから、よいしょしろとまで言えませんけども、誰かを励ましたり応援するような立場になった人が、やっぱり結局は生き残ることかなと思います。気に入られないと話にならないですからね。アンチコメント書いて気に入られるってことはなかなかないですからね。さあ、花山さんもね、ご自身に
いろんな角度から突っ込んでみるとそういうトレーニングができるかなと思います。まとめますけども、アンチコメントって私たち発信者が予測できる範囲のことしか書いてこないんで非常に退屈です。ちょっとね、賢いアンチコメント書ける人がいればいいんですけどね、なかなかないですね。はい、じゃあ失礼します。